本当にこれで3年経つわけですけど、今年は、ゴールデンウィークのね、イベントを開催することができます。2020年、ちょうど3年前はもう苦渋の決断といいますか、社内にも本当に反対というかね、時間短縮でね、ちょんちょんとやってちゃんと短縮して、俺たちの休みはちゃんと夏休みくれと意見もありました。無理もない話だと思いますが、あの時はですね、やっぱり何を優先するのか、まあ、風評もありますよね。風評もあるし、まあ家族を守るっていうのは、家族が仕事をしてる人も多いですから、そこに影響を与えたくないということで、12日間連続で休むという過去にない決断をしたんですけども、いろんな意味でですね、それが良かったのか悪かったのかは分かりませんが、今になってもですね、ですけど、ここの前をですね、ゴールデンウィークで全然車が走ってなくって、平気で反対側まで歩いていって、こう写真を撮ったっていうのを僕は思い出しましてね、ちょうどね、息子が帰ってきた年で、名古屋スバルからね、お世話になった名古屋スバルを卒業して家へ帰ってきた年でもあってね、まあその最初の年にね、そういうことが起きたのも、これも一つの試練かなと素直に受け取ってですね、ここまで仕事をしてきましたけれども、本当に丸3年経って、世の中ですね、随分実は変わってないようで変わった、あるいは変わってないものは徹底的に変わってないし、変わったものはかなり変わったし、ここで一つの大きな節目がですね、来てるような気がして、僕も本当にこのですね、新しい新年度、これでもう3分の2は終わったわけですけども、ここからが本番かなというふうに思ってます。ね、ぜひこれからもね、しっかり仕事を続けていきたいと思ってますので、まあ、ぜひ今うちの会社で一番お願いしたいのは、スバルの整備がしたい人、車検や点検も大事なんです。これは国家の、要するに公務員的な役割をするということでですね、車検点検はみなし公務員ということで、安全運行のための、まあ、責務をですね、我々は一翼担わなきゃいけないので、それを大事にしてるんですが、まあ、そういう仕事ですとね、今はライバルも多くて、まあ、うちもパック車検で新車売ると、もう当然パックでも売ってるのもありますし、あるいは価格だけを重視して、コンビニエンスにね、もう決まったことをやればいい、それは当たり前なんですね。決まったことだけやってパックで切り売りしてる、これも非常に大事なことですので、ね、それを否定するわけではなくて、そういうこともありますので、まあ、そこだけに特化した仕事で、仕事をしたいという人もいらっしゃると思いますけども、そうではなくてですね、やっぱり匠の技術をこう残していきたいっていう、スバルに関してですね、そういう仕事を一緒にできる人を本気で探してます。本気で探してます。ですから、そのことをですね、やっぱり受け継いでいただけるためには、うちで働いていただかなきゃいけないので、そういう人にですね、ぜひうちの門を叩いていただきたいんですね。ですからここから先、本当にですね、何駅がなくなるとも思いませんし、古いスバルですね、古いって言えないんですね、もう平成の車は古いとはとても言えない。その車をですね、ちょっとでも長く使えるようにするためには、やはり相当な努力がいるので、そういう仕事を一緒にできる人をね、私は探してます。ですから、ぜひね、決してやめてこいなんて言えないんですよ。これからどうしようとは思ってる、本気で車の整備技術、難しいことをやりたい、その精神がどこにあるのかっていうことを知りたいっていう方に、仲間になってもらいたいなと思ってますのでね、ぜひ、気楽にね、メールをください。メールはホームページ見ていただくと、アドレスが書いてありますので、どこでも結構ですので、アドレスに連絡をいただければと思いますし、まあ興味のある方はホームページだけでなくてですね、ブログやこの
YouTube にですね、声をかけていただいても、いつもうちの仕事の内容を見ていて興味のある方で、自動車に触りたい方、ね、お声をかけてください。そしてですね、そういう必要性がある、こういう、例えば、車が今、うちには結構あるんですね。でこれの、やっぱり予防整備、一つの商品に仕上げるにあたって、ある程度ですね、車をバラバラに分解してここまで綺麗にしますから、まあ、ちょっとこれこの間の黄砂のせいで汚れてますけど、ここまで綺麗にしちゃいますからね。そこまでの匠の技の大鶴さんが、大鶴さんももともとは全然職種が違うんですけども、うち、に来ていただいた時はもともとバスの、ね、ガイドさんをしていらっしゃって、全然異業種で、その後結婚されて実家のお仕事を手伝ったりしてたんですけども、まあこういう仕事がしたいって入ってもう本当にしばらくこう技を磨いていただいて、実は今期から正社員になっていただいて、で、これだけの仕事をできる人にうちで一から覚えてなっていただきましたので、こういうことはもう彼女にまあ任せれば大丈夫。この中です。ここをきれいにしたりすることは他の作業者でもできるんですけども、ここから中、この裏側をじっくりじっくりじっくり練り上げれる人が欲しい。特にクラッチがある車については、あの作業者のですね、やっぱりその気持ちですとか、ネジの締め方ですね、ネジの締め方で、本当に車の走りがですね生き生きとなって変わってくるんですね。でそれを僕は評価したり、こうしたらいいんじゃないかっていう、僕はネジ締めたりですねすることはですね、もともとね自分に向いてないと思うんで、やらずに違うことをやってきたんですけれども、ものは言えますので、こういうふうにしたらいいとか、ここがおかしいとかですね、さらに、まあ、最近ではタイヤの違いまで、味で表現したいので、まあ、そういうこともあって、9年間連続でニュルブルクリンクに行って、自分のスキルをですね、自己満足じゃなくって本当に上手い人たちとどれぐらい違うのかっていうことを客観的に、ね、自分を見るために生き続けてきたんですけれども、まあ、そういういろんなですね、このここのここにこう溜まってきたこの知見ですとか、物とかですね、そういうのをさらにこう生かしていきたい。そのためには、これからさらにですね、グッと3年前のあの状態が本当に一番日本全体がですね、こうグッと沈んでて、まだわからないですよ。まだこれだけですね、お札をですね、どんどん印刷してですね、お札をどんどん印刷してるわけじゃないですか。でそれが、まあいいから円安になって、国際競争力が出てるわけですけども、まあね、やっぱりこれだけ車が作れなくって、Eボクサーが間に合わない、どんどん遅れてくるっていうと、これも無理もないと思うんですね。やっぱり輸出を優先して考えなきゃいけないですしね。本当に国益に関わることですよね。ただ、まあ、これからもっと厳しくなると思うのは、車の値段上がりますからね、多分。特にフォレスターを買おうと思っている人は、グズグズしない方がいいと思いますよ。今日、きっと佐藤さんもね、この動画を見ていただいていると思うんですが、本当にね、早く欲しい、早く欲しいっておっしゃっていただいて、たぶん戦の遅延でね、ご迷惑をかけてるんですけど、もともと海外でですね、僕はドイツへ行って、600万円とか700万円とかするわけですよ、あっちで日本車、このスバルはね。で、
日本で買ったらそんな値段ではなくて、日本だからね、その国で作っていてずっと日本のお客さんを大事にしているからその価格なんですけども、実は昨今ですね、新車の値段に近い価格で輸出をされてるんですね、中古車が。でどうしてそうなっちゃうかっていうと、当然僕は思うんですけども、ああいうふうに外国で何か物を買ってきて稼ぐ人は誰でもそうですけど、ないものをね買ってきて、それでうまくその市場に合えば、ね、値段だけで勝負する人たちはそれで出しちゃいますから、場合によってはですね、非常にまずいことも出てくると思うんですね。なぜかそれはこの頃感じるんですよ。 22B という車があって、あの 22B という車はですね、実はその不景気な時に出たので、今でこそスバルから SCI っていうのがぐん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 評価が高くなって、今や僕が言うように、そろそろ SCI はねスバルのブランドの上にならなきゃいけないっていうところに行きつつあるんですが、ちょっと変なのはやっぱりこういう時代なので、投機目標目的にね、申し込んだりする人がいるんじゃないかなということを切に感じるようになって、逆にそれが、まあ、あまり良くないことなんですけれども、実は 22B の時は不景気でそんなことはなかったんで、結構最初は書いたんですね、あれは。全然感じがらめじゃなかったんですけども、その時にですね、やっぱりいろんな知恵の回る人がいてですね、何人かが買ったんですね。お客さんに売る目的ではなくてね、売れてる車じゃなくてそうじゃなくて買ったんですよ。それがイギリスに輸出されて、ね、イギリスでですね、正規のSCI から正規のイギリスに渡る枠がですね、登録できなくなったっていう、そういう問題がその時あったんですけども、今スバルはですね、海外で日本以上にブランドイメージが高くて、実際にそれに値する、ね、車を作ってると僕は思ってるんですね。ですからこの前もお話ししたかもしれませんが、フォレスターなんて明らかに割安だと思いますね。ね、アドバンスとか以前のプレミアム見るとですね、もあの価格とは思えない仕立てになってきてるじゃないですか、この頃ね。でそこにですね、今度バイヤーがですね、日本から非常に日本ベースの金額で中古車になったもの、しかも本当の中古車ならいいんですけども、ちょっと乗った試乗車落ちとかね、そんなようなのをですね、ガン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 向こうへ出すようになると、これは正規輸入の邪魔をすることになるじゃないですか。でそうするとスバルもですね、どっちが今軸足があるかって言ったら、やっぱりちゃんと売れるところになってくるので、日本軽視とかそういう話じゃないんですね。日本軽視とかそういうんじゃなくって、日本がもうこれだけ軽に主力が移ってる以上、よりよりですよ、ちゃんと買ってくれるところを重視するっていうのは当たり前になるじゃないですかね。それは無理もないことだと思うので、僕はですね、自分ところの試乗車っていうのを安易にオークションで売ったりしたことは一回もないし、そのことやってるディーラーもないと思うんですよ。ディーラーもないと思う。ところがね、出てくるんですよね。でそれがね、オークションでね、本当にね、これ本当にこれこの年式のこの中古車なのって値段で売れていくんですよ。売れていくっていうことは市場があるっていうことじゃないですか。こんなことやってるとね、やっぱり日本と外国の区別ができなくなりますから、結果的に、上を向いて唾を吐くとよく言いますけれどもね、フォレスターがまた大きくなって、ね、また高くなって、ね、しまう可能性もね、なあ気にしまらん。まあそんなことをね考えちゃうわけですよ、余分なことを ね余分なことを考えちゃうわけ。そうすると何を僕は言えばいいのか。まずやっぱりちゃんとスバルを長く乗るために直したいっていうことに対して、もっとねスバル自身もね、部品が廃盤になったとか、ね、もう作れませんではなくてですね、せめて大きくなっちゃったり高くなっちゃったりしてもいいんだけれども、じゃあ乗りたいって言ってる人たちにそのチャンスを、ね、与えるように、ね、部品の
再販をするとかですね、例えば電子機器なんですよね、今一番難しいのが、トランスミッションのコントロールユニットだとかエンジンコントロールユニットだとかキャブレターのようなわけにいかないんですね。そういうものの再生をできるように、きちんとですねシステムを作るとかって考えた上でですね、海外に軸足を移していかないとまずいですね。僕はですね、水は低い方にしか流れていかないと思っているタイプの人間なので、無理にですね上流に水を戻そうとはしないんですね。その代わりやっぱり、ちょっとね、確かにねこれだけ車種が増えて年数がこう積み重なっていくと部品を持つっていうのは大変ですよ。大変ですけどね、この少量でもなんとかなるように、この純正部品の基準値を2通りにね分けるぐらいの、ね、これは本当に純正部品できちんとメーカーが保安基準適合で高いぜっていうやつとですね、こっちはそうじゃないから分かって買ってと、なんとかあんたたちのことを助けるために作ったんだよと、そこ承知して買ってよと、ね、でその代わり売る店は純正部品のルートからでは出せませんから、ね、こういう縛りをつけますよとかね、うちなんかも一番向いてんじゃないですかね、そういうのは、ね、普通のディーラーモでは売れないようなものをうちは説明して売る自信がありますのでね、まあ、そこに活路を見出すためにもですね、一緒にね、そういう整備をね、してくれる人を今急遽ね、これから事業を拡大するために、ね、仕事が増えてますのでね、拡大するために募集します。今そこに新しい世界が広がる。ソルテラ、フォレスター、クロストレック、新しいスバルの世界へ。中津スバルはスバリストの聖地だ。